皆さんどうもおはようございます、こんにちはということで、今回も、無双ロチやっていきます。でちょっとねキャラ変えていいかな。適当にキャラ変えたい。義援と橘にしとこう。進軍開始ね。で次は古老館で、ちょっとね一旦難しいでやってみるわ。難易度、神庭上に劉備の姿はなかった。今や楽器の懐刀となった諸葛亮の計略に趙雲らは完全に翻弄されていた。諸葛亮の謎めいた行動を図りかねたまま、趙雲らは古老館に差し掛かった。そこで一行はオロチ軍の将司馬懿の追撃を受けている孫策に遭遇する。孫策はかつての敵だが、オロチに苦しめられる者を放っておけない。趙雲らは孫策を助けるべく戦いを挑んだ。こんなところに来てしまったが、我らは劉備殿に近づいているのだろうか。趙雲殿、前方に戦火が見えます。あれはオロチ軍では。奴らに追われている軍勢がいる。劣勢の軍に加勢することこそ戦よ。あれは孫策だろう。よし、我らはこれよりオロチ軍に当たる。さあということで、オロチ軍の将司馬懿に攻められる孫策を助けるということでですね、勝敗条件は司馬懿の撃破、島津と孫策の敗走ね。誰がどうなっとんや今。いっぱいおるな。長戦がおるなというか、よし。で、ちょっと難易度は難しいにしとんで、まあまあむずいと思う。最高。行くぜー。直ちに救出に向かおう。強いんかもしれん。縦に分かれよう。あ、強っ。ちょっと待って、敵を引きつけておいてくれ。ちょっと待って、強くない？あ、めっちゃ強いやん。あ、えぐいかもしれん。わしが孫策随一の武将、王、これちょっとえぐいな。無理かもしれん。よし、各隊はそのまま引きつけてくれ。孫策殿、老子龍が助け出しいたしますと。いった。諸君の優勝、超運動だ。やめますちょっと待って、むずすぎる。てか強すぎる。これはちょっとおかしいわ。やめよう。おかしい。待ってね。難しい。ダメやね。普通でいきます。いかんわ。全然ダメやったわ。これやっぱ難易度高いよね。おかしいもん、どう考えても。難しいの難易度じゃないよね。よし、普通でいこう。そう、何事も普通が一番ですよ、普通が一番。最高でー。そのちょっと声抑えめにせない関係さ。リビングで取り出してから、環境は良くなったけど、声がね、あんまり出せんくなったんよね。行こう。孫策殿は北の戦場で敵に襲われている模様。直ちに救出に向かおう。へい、縦に分かれよう。一体は孫策殿の救出に向かう。残りの者は敵を引きつけておいてくれ。そう、開けてくれ。
な創作随一の武将王いや一本あるぞ。他にも触ったかの一味がいる。よし、なんと我が輩を圧倒的に当たる。よし、八代はそうまで引きつけてくれ。さあ孫作助けよう。普通じゃ無理なことが分かった。あまりにも諸君の優勝は超運殿だ。やったぜ。超運殿とか言うのこいつ。俺の攻撃当てるか。なしきいつよもれしい。宗主貴様らを通すほど脆い壁ではないだろう。おい、この骨死竜の槍にて貫く。いかなる壁も橘を止められる。次は負けない。で敵将討ち取ったり。よし、見事な戦ぶり。で宗主の馬もらう。敵将討ち取ったり。誰のこと？橘か。ナンパすんなって。シュウがナンパしてますよ。大丈夫？我が力では壁になり得なかったか。宗神が破れたのか。孫作に備えがあったか。状況を把握する。全軍追撃を停止せよ。やばい、一時停止しやがった。うわ、王兵がえぐい。来てくださいと信じておりました。敵は多勢。ああ。物体は愚の骨頂。よってこの戦家計を持って敵を殲滅する。中央の広場を押さえてくれ。見事な戦ぶり。OK、 よし、敵将撃ち取った。これで左行ったらいいんか。鮮やかなお手並み。付近の敵を一掃するのだ。主前を向かわせる。行くぜ。あ、王兵が負けた。お前の相手はこの俺だ。はい、よし、あとこの種類ね。左下。今度は負けねえからな。左下誰や。朝鮮か。朝鮮が今回もスイヤは武器がマラカスじゃない。もう一丁。うおやば。こそこそ。あ、コタロウ来た。やばい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 、コタロウが来た、コタロウが来た。いや、ちょちょ、お前の邪魔。落ち答えよ。使命を果たすの。生き延びます。敵将撃ち取ったり。すげえな。侵入者か。策を削られる前に対処せよ。やばい、風魔コタロウ倒そう。削られる。あいつ賢いけど削られるぞ。
っとっとっと本当にキスとどこ行った見えもうなんなんこれうざもうこのガードうっとうしいんやけどあえい撃ち取ったりお見事な戦振り気が変わったシミドルの戦いを続けるちょっと待ってあと一人おるなどっかにこいつか何者だおおさあ全力で来るわいもうあ違うえい敵を火警地点に引き込む前線部隊は一時交代せよ敵武将を引き込め何があるか分からん来た来た来たいっぱい来たいっぱい来たなんかいっぱい来たぞかけ地点どこ？こっち？まだか、まだ引き込まないかの。だいぶ引いとるけどね。あ、龍風や龍風。こいつなんかおったな、確か。スリーに。またか今だ来た火を放て あ死んだ彼らが死んでしまったやばいや瞬殺やん体力が半分とかでもないんやもう一瞬で終わるんやねしばしょ来たしばしょモブ化してほしかったなモブじゃないわキャラ化してほしかったなあのチャラをはい敵将撃ち取ったりお見事な戦振りさあ来いあっ義援義援即やんこいつ飛べるやんラッキーよし違う
あの真ん中もいいけどさ、神秘もいいけど、ね、後ろ気になるよね。あいつ倒しに行きたい。後ろのやつ、あれ誰やろ。最高、誰や。やばい、リュウフンが負けた。伝令、あれ誰これ。これだけっすか、もしかして。もしかしてこれだけ。めちゃ悲しいやん、伝令だけかよ。いけるいける、こっちからいける。あ、芝居と義援や。バカめや、後悔するのはお前だ芝居。バカめ死ねや。後悔などない、任せよ。王子流剣山、戦には頭も必要ですよ。おい、オッケー。あれ、芝居どこ行った。おい、へい、へい、よしよっしゃ。このような警備の敗北など痛くも痒くもないわ。またまた強がっちゃって。楽しみにしておれ。お前やっぱどのシリーズでもその笑い方するんやな。この笑い方だけなんとかならんかなと俺毎回思うよね。いや、だいぶね、無双ロチやりやすくなってきたよ。一人育ったら結構やりやすいよね。本当ならついていきたいとこだ。親父救出って使命がある。親父のいる大阪城にもう一度行かねえと。城？城だと？ほう、思い出したぞ。劉備は江戸城にいる。江戸城だ。親父は大阪城、劉備は江戸城。俺たちの協力を恐れ別々に幽閉してるってわけだ。なら敵の嫌がることしてやろう。江戸城の戦では俺が援護してやるぜ。おう、救援感謝いたす。江戸城にて一時力をお借りする。さあ、孫策が仲間になったか。林道、林道、硬直走、硬直走。うん、オッケー。ということで、終わります。ありがとうございました。次、6章の外伝かな？やっていきますんで、よろしくお願いします。じゃあ、そういうことで、お疲れ様でした。